こんにちはスターシード学生チャンネルの恵美加よこと申します、えー。地球上で発達障害とか自閉症とか ADHD などと診断されて病名をつけられる障害者というふうに自己肯定感を下げている方々の、えー、に対して 宇宙的な見方をご提案して、そうではないんですよ、実は違った見方があるんですよ、全く違った捉え方、ご自分の捉え方があるんですよということをお伝えしている、えー、そういったチャネリングのお仕事をさせていただいております。はい。今日は前回の動画の続きですね、余った青春のウルトラ五段活用法ということで、こちらのバックのタイトルにありますように、えー、余ったお酒ですね、青春の活用法をお伝えしています。 前回、ちょっと続きでねあの残りの項目をお伝えしていこうと思うんですが、えー、お酒を飲む方、飲まれる方、飲まれない方、いろいろいらっしゃると思うんですが、もしね、小っちゃいパック、500ミリリットルぐらいの小っちゃな瓶とかパックとか買ってこられて、お手軽にスタートされたいなという、そんな方にもおすすめのいろんな使い方、私、今現在実際使っていて、気に入った使い方をご紹介しています。 でアイテムは、えー、スプレーボトル、100円生地で買ってきたスプレーボトルに入れて、えー、と使っているという、まあのー、ほとんどコストがかからないので、100円で済む。で、プラス、100円プラス、今回お伝えするのは、私はお酒を100%薄めずに使っているんですけれども、えー、アロマオイルですね、アロマオイルをそのお酒のスプレーボトルの中に数滴垂らしていただいて、香りをつけることで、 まあ実際私が使っているのはこのフランキンセンスというアロマオイルなんですけども、あとね、こちらのラベンダー、ラベンダーのえーとアロマオイルとか、こういったオイルをね、簡単に手に入れることができるんですけども、あ,あまり安いものだと質が保証できないので、できるだけ100%の,あの品質保証というか、 えと混ざり物のないオイルを使っていただく方がいいということ,ことだけちょっと気をつけていただいて、えー、アロマオイルを数滴自分のす好きな香りを、ね、そのスプレーボトルの中の精子に垂らしていただいてそれを、えー、とお顔とかご自分の頭とか空間とか、えー、浄化したい空間お清めしたい空間、まあ、玄関の中と外と、えー、敷地に入る入り口 こ、ね、ういったところにスプレーボットでシュシュシュってしていただくと、えー、私が入れているフランキンセンスとかあのそれぞれのアロ,アロマオイルには別々の、ね、違った効能があるんですがあのそれぞれの、えー、と効能も期待できるということなんですね。でフランキンセンス例えばこれはあの樹脂、えー、樹木から取れた樹脂なんですけども。 どういった効能があるかというと、まあ、検索すればいろいろヒットしてくるので、ご自身で検索していただいて、ご自身に一番必要なもの、こういった効果が欲しいなと思われたものを取り入れられたらいいと思いますが、フランキンセンスの場合は、古くはエジプトで稲荷の儀式にたかれて、新鮮なその香りは,香りはリラックスを促し、平常心へと導いてくれる。で 負を浄化し、まあ、ネガティブなエネルギーとかですね、負を浄化し、ハイヤーセルフとつながったり、インスピレーションが宇宙から降りてきたりという素晴らしい効果があります。大変スピリチュアルなこの香りはネガティブなエネルギーを簡単に浄化してくれる、大変パワフルな、えー、パワーを有しています浄化パワー,、えー。浄化パワーが素晴らしいっていう。で、簡単な方法は、ハルアン・キン先生はお部屋にディフューズすること。で、ディフューザーとかありますよね、アロマオイルのね、ディフューザーを使って、 いただいて、まあ、蒸気とともにバーって拡散して、そのお部屋の空間を浄化していくっていう方法もあるんですが、私のように、えー、100均で買ってきたようなスプレーボトルに混ぜていただいて、青春の中に吸うてきたらして、それをシュッ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 シュシュシュ振り巻いていただいて、まあ、簡単ですね。この空間だけ、この玄関だけとか、あのー、この敷地の入り口のところだけとか、このタイヤ、車のタイヤとかね。あのーうん ベタベタするので、ベタベタしても構わない、私は汚れても構わないようなところ、まあ、空間ですね、やっぱりね、空間にシュッシュッってしていただくっていうことで、えー、デフューザよりも簡単。で、必要な分量をご自分で調節していただける。で、頭からシュッシュッ,シュッってしたり、顔にシュ,ッシュッシュッってすると、このフランキンセンスの香りが漂うのですごくとってもなんか本当、あのー、シン神聖な感じの香りなんですよね、このフランキンセンスは例えばね。 ですっごい、えー、浄化された私のエネルギーがめっちゃ浄化されて綺麗になったっていうのが、えー、香りからも感じることができるのでとても、ねあのー、効果的だなと思いましたお酒をシュッシュッてするだけよりも全然、えー、受け取る側の受け取る気持ちが全く変わってくるっていう感じなので、はい、なのでぜひねこういったものを数滴垂らしていただければと思います、うん、でそういったねお部屋の、うん お部屋の、ね、ディフューザーにで拡散していただくというスプレーしていただいたり拡散していただくことで、えー、浄化パワーが素晴らしいんですが波動の高いアロマの香りがお部屋に広がることで負のエネルギーを一掃してくれると言われています。えー、でまたはスプレーしなくても1滴手に取って手のひらの中心のところにポトッと1滴落としてーっとこすっていただいて。 ご自分の、ね、エネルギーとかで拡散をする、ちょっと混ぜる、ご自分の手のひらから出ている、この手のひらの中心部分からエネルギー出ているので、この中心部分で香りを拡散していただいて、エネルギー、エネルギーとしてね、あの融合、エネルギーと融合していただいて、香りをで、えー。ご自分のオーラに塗ってあげるっていう、そういった活用方法も掲載されています。でまたね昔から 聖教会カトリック教会ではフランキンセンスをいぶし、香りによって信者が神につながったり、えー、神聖な気持ちを、えー、と高めたり、深めたり、その場を浄化して神聖なエネルギーを保ったりということに使われてきました。さまざまな効能を持つフランキンセンスは昔からスピリチュアルな効能が 認められていたのですっていうそういったあの香りの効能があるんですが、私これねチャネルリングのセッションの時に使わせていただいてます。で、使った感覚ちょっと感想をお伝えすると、あの降りてくるそのつながりたいと思っていた方の気がつくと降りてく降りてきてるみたいな感じで、その方になった気持ちその方のもう成りきった感じで喋ってるっていう。 自分がいたのでセッション中にね、なんでこんなに分かるんだろう、その方の気持ちが、その方の言いたかったことがとか、えー、となんか本当、降りてきてるっていう、降ろしてるっていう感じですね。まあ、チャネリング、チャネラーっていうのは昔、いたこっていうふうに呼ばれていたので、あの私の祖母もいたこをしてたんですが、なんか本当、いたこになったあの、降ろしてる、その方、つながりたい方を降ろしてる、自分の中に入ってきてるっていう、そんな感覚でした。でとっても簡単に つながることができたというふうに感じているのですごくあこれ効果高いなっていうふうに思いました。なので皆さんにもおすすめしたいなっていう感じで今日ご紹介しています。はい、であと全く、ま、別の使い方なんですが食べ物でイギリスとかアメリカとかで食べられてる朝食とかで食べられたりしてるオートミールってあるんですけどもオートミールの中に清酒お酒を混ぜていただいて えー、ちょっとドロッとした泥状のものを作ると、それをお顔に塗って、パックをするっていう使い方もご紹介されていました。で、そのパックをしていると、美白効果があるということで、えーまあ、手軽にね、1回分のパックが簡単にお家にあるような材料で作ることができるので、高いパックをわざわざ購入してきて、たくさん余らしたりとか、えー、早く使い切れなくっちゃみたいな感じで、あのまあ、思わなくてもいい。 1>, 1回分だけ必要な分だけ作ることができるという感じですね。であと、お酒はですね、お掃除には向いていないというふうに一般的に言われてるんですね。まあ、なぜかというと、そのままをプっぷっとシュプレーすると、ついたガラス面とか、あのー、車のボディ面とか、ちょっとベタベタして、跡が残るんですね。なので、跡が残って乾くとなかなか落ちにくくなっちゃうので、おすすめしていないんですが、これも思いっきり、あのー、 精製水でガッと薄めて、えー、薄めた状態のものをやっぱりスプレーボトルに入れていただくと、えー、除菌スプレーの代わりになるということなんですね。酒水、酒水というものを作るということがこちらもネットで検索するとヒットしますので、その薄め方、比率などは検索した先をね、えー、とお酒、掃除みたいなキーワードで検索していただければヒットしますので、えー、その検索した先で薄め方の比率は、 あの確かめていただければいいんですが、そういったかなりがって、精いせで薄めることによって、お掃除、除菌スプレーの代わり、除菌スプレーがちょうど切らしているとか、わざわざあの買いに行く時間がないわとか、だけど、ちょっと手っ取り早くテーブルちょっと除菌したいわとか、あのエタノールがなかったの、売り切れてたのということね、このコロナ、えー、コロナ禍の中でね、結構よく見かけられることなので、お家にある、 お酒を薄めることで簡単にできる。まあ普通の水だとどうしてもね痛みやすくなっちゃうのでお水に薄めると。なので清成水,水っていう。で、保存に入ってないのでできるだけ冷蔵庫に入れて短時間の間に使い切るっていうことは必要なんですが、まあ簡易の除菌スプレーの代わりのものが簡単に作れますよ。で、赤ちゃんとかちっちゃいお子さんがいらっしゃるようなテーブルとか椅子とか。 おもちゃとかを除菌するのにも使っていただけるので、まあ、安心ですよね、口の中に入っても、もともと飲むものなので、お酒って。で、アルコールもほとんどそんなもん、かなりの薄め方をしているので、もう全然残ってないような、まあ、多少香りが残ってるかなっていう感じなんですが、まあ、その香りも先ほどのね、あのアロマオイルをちょっと点々と入れていただければ、全然わからない、全く気にならない、すごくいい香りが広がるので、そういった使い方をしていただければ。 えー、5段活用できますよっていうことですね。で、まあ、除菌しながら、お掃除しながら浄化ができる、その空間のお部屋の台所の浄,あの浄化もできる、お清めの効果があるで、結果を張るみたいなね、そういった邪気を寄せ付けない、えー、ネガティブなエネルギーが入ってこないようにするっていう、そういった効果も期待できるので、普通の、ね、除菌スプレーとか使うよりも、とってもこっちの方がいいんじゃないのかなと思いました。はい なので、今日はそういった、えー、お酒の余った清酒の予断活用の続きをご紹介させていただきました。はい。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。